人口は減り、都会を目指しふるさとを離れる人もいる中で、米原で夢を持ち頑張る若者がいる。そうした町の未来を担う若者にスポットを当て応援する番組、米原の未来を変える若者たちを米原チェンジャーと呼び、その思いに迫る。今回の米原チェンジャーは、市が主催する手話講座に参加し、手話通訳者を目指して日々勉強に励んでいる白石遥さん、29歳。白石さんは結婚を機に夫婦で米原に移住してきた。米原に来たばかりの白石さんは、地域とのつながりを持つため、学生時代に経験のあった手話を本格的に学ぶことができる市の講座に参加し、改めて手話の面白さや奥深さに気づいたそうだ。こんにちは。私の名前は白石遥と申します。よろしくお願いします。学生時代に障害者スポーツ施設でアルバイトしていた時に、聴覚障害の方から手話の楽しさを教えてもらったのがきっかけです。で、そこで結婚をしてから米原市に引っ越ししてきた時に、地域のコミュニティに参加したいなっていうのと、あとは手話をもうちょっとスキルアップして学びたいなと思ったのがきっかけです。手話の楽しさは声で伝えるっていう以外に、手であったり顔の表情であったり、あとはまあこう身動き全身を使って表現するっていうことがすごい楽しいです。相手に伝えるっていう気持ちを一番大切にしています。顔の表情、眉の動きであったり、あとは悲しんだり嬉しくなったりとか、そういうリアクションを大きくするっていうことを大切にしています。まずは手話通訳者の資格取得を目指している白石さん。手話通訳者になるには、市や県の主催する講座の受講や全国統一試験の合格が必要であり、高い知識と技術が求められる。登山が趣味で、伊吹山や豊かな自然を持つ米原が大好きだという白石さんは、学んだ手話を生かしてやりたいことがあるそうだ。米原市は自然がたくさんあるところがすごい好きで、登山が好きなんですけど、特に伊吹山が大好きです。よく伊吹山に登ってます。手話をもっとスキルアップして、登山でガイドを手話で、まあ、お花の名前であったり手話を使って、その自分の特技の登山であったり水泳であったり、そういうところで活かしていきたいと思ってます。これから手話をもっと勉強して、手話通訳者、あとはその次、手話通訳士を目指していきたいです。あとは手話の楽しさ、手話をもっと多くの人に知ってもらって、少しでも手話をありがとうとか、よろしくお願いしますとかだけでも、すごい覚えていただきたい、いろんな人に覚えていただけたらいいなと思います。コミュニケーションを大切にし、もっと多くの人に手話を知ってもらいたいという白石さん。最後に同世代の若者たちへのメッセージをいただいた。まずは何事にも新しいことに挑戦していくっていうことを頑張ってほしいです。あとは手話をたくさんの人に知っても、手話を身近に感じてもらって、いろんな聴覚障害の方いや、ちょっと聞こえにくい方もみんなでコミュニケーションを取れるようになってほしいです。米原の未来を変える若者たち、誰もが町の未来を変える可能性を持っている。次はあなたが米原チェンジャー。